負けて勝つとはこのことかな。はい、ところで皆さん、どっちを選んでも不利になる選択って迫られたことありますか？苦しいですよね。もう絶対に誰からも褒められないんですよ。で、そういう決断をするときに、まあ、役に立つかもしれないという言葉を今日はやっていきたいと思います。前回に引き続き阿部正弘さん、この紹介を前回論語だったんですけどね、今日は違う言葉でやっていきたいと思います。はい、これ前回やったビンゴ五穀神社の入り口ですね。まあ立派ですね。今回ですね、このまあ別な入り口がちょっとあったので、そちらから入ってみました。はい、いかにも古い感じの入り口ですが、南側にありますね。今はあの五穀神社と一緒になってますが、以前はこっちがね、あの表門だったみたいですね。そもそも最初にあったのがこの阿部神社の方で、文化10年1813年に、建立されたということです。昭和32年まではこの阿部神社の方を正式に使ってたということです。なのでこうやってこちら側から上がるとですね、ところどころにこの阿部家の家紋がですね、この手水舎跡なんかにもしっかり残されております。屋根にまでこれでもかというぐらい家紋が残してあって、正式名称が何になろうと埋もれてたまるもんかというこの気概がね見えますね。ですね、このペリー来航なんですが、ペリー来航といえば阿部さんと思う人はなかなか少ないでしょうね。でもね、この人は重要なんですよ。だって何百年も続いてきたものを変える時の国の舵取りリーダーなんですからね。その時の責任を27歳の人が負っていたということだけでもものすごいと思います。そこで今日はこの言葉言ってみたいと思います。新たになることはいつも敵とわれ、きしむ心に思わばそのまま心を変えて格別の理をもって勝つべきなり。新たになることはいつも敵と我、きしむ心に思わばそのまま心を変えて格別の理をもって勝つべきなり。はい、新たになるのはですね、何事も敵と自分とが、まあ、ギシギシするような、まあ、そういう状況になったと思ったら、まあ、こちらの意思を変えて全く違った方法にて、まあ、勝ちを占めるということですと。まあ難しいですけど、幕府の取った行動っていうのはまさにこういう考えに基づいているような気もしますね。この時代アメリカと交渉するったってこっちがね絶対有利ってことはまあなかったと思うんですよね。だからね、まあ、開国するなら反対絶対ありますよ。このまま鎖国だっつったって押し通したってね、他の国みたいにもう滅ぼされて終わりってなったら元も子もないですからね。後のことを考えたらまあ良かったんじゃないかなと思いますね。新たになることはいつも敵とわれ、きしむ心を思わばそのまま心を変えて格別の理をもって勝つべきなり。これね、ちなみに誰の言葉でしょう？じゃーん、そうです、宮本武蔵五輪書よりの言葉ですね。剣豪武蔵もですねこのように言っております。宮本武蔵と阿部正弘、さあ全然関係ないってことはないんですよ。こう歩いてたら宮本武蔵腰掛け石なるものを見つけました。なんだ、大阪夏の陣において武蔵は、宮崎に腰掛けたと、その石がこれということですね。いやいや、まあ、全国いやあちこちで宮本武蔵見かけますね。いや、はい、そんな意外なものも発見してしまうという、神社というのは歴史がある分ですね、まあ、いろいろなものを見つけることができるというわけです。え、馬？馬いるんだけど。これはなんか何馬か知らんけど、ちょっと聞いてみます。何馬あれ。でこの有名なペリーさんなんですが、この写真以外にも当時の人が描いたと思われる絵がねいくつか残ってるので、紹介しながらちょっと読んでいきたいと思います。新たになることはいつも敵とわれ、きしむ心に思わばそのまま心を変えて格別の理をもって勝つべきなり。まずはこれなんかまあ本の挿絵的なね、あ、まあ似てないような気もしますけどね、まあなんかちょっと怪人さんっぽくは見えますね。はい、新たになることはいつも敵とわれ、きしむ心に思わば
そのまま心を変えて格別の利を持って勝つべきなり。で次はこれ、これ現代のあの街中でよく見かける似顔絵師さんなんか書いたらね、こんな風になるんじゃないのかなっていうことで、まあ結構似てるんじゃないかな。でもこれ本人が見たら嫌がるだろうなっていうぐらい、ちょっと若干舐めた感もありますね。はい、新たになることはいつも敵とわれきしむ心に思わば、そのまま心を変えて格別の利を持って勝つべきなり。これ怖っ、これはもうなんか鬼かなんかですかね。まあちょっと微妙ですね。新たになることはいつも敵とわれきしむ心に思わば、そのまま心を変えて格別の利を持って勝つべきなり。はい、どうですか。ところでこの安倍神社、武蔵の足跡というのはですね、あの腰掛ける石だけではなくてですね、武蔵を思わせるものと私は出会いました。カラスがね、片つんでるとか住人のように、あ、こんにちは、カラスさん、こんにちは。そうなんですか。このカラスね、逃げるどころかね、追いかけてきやがるんですよ。あ、なんか、このちょっとさっきまで可愛いと思ったけど、この人間様に何か攻撃をしようというのか、この野郎。はい、ということでこの剣豪宮本武蔵が乗り移ったかのような戦闘力あふれるですね、このカラス君と出会いまして、私はね、ついね、やっぱ逃げてしまいました。あの気迫がすごいんですよ。皆さんね、な、大したことないじゃないかと思うじゃ違いますよ。ここの安倍神社に行った時にね、うかつに面白がって攻め込まないようにしてください。私はね、その間合いに近づいてしまったのかもしれません。名言を読めば元気が出る。修行しよう、もっと。